はい、こんにちは。今日もね、ギターの話をさせてください。以前ね、レスポールジュニアの動画の中で、ダダリオの弦はライフが短いと、説明をいたしました。これに関してはね、誤りですね。訂正させてください。0級、の太さの弦に関しては一旦安定してしまえばダダリオの弦の方がライフが長いと思います。アーニ・ボルシャのね、弦はとてもね艶やかないい音はするんですが、やはりライフが短いように感じます。ダダリオはねピークはなだらかなんですが、一旦チューニングが合ってしまえばすごく安定しますね。あまり弾くことがないんですが、イングエム・アルムスティンさんの広島モナムールなんかがダダリオの弦だと弾きやすいんですよね。ダダリオの弦非常に気に入って使っております。スーパースリンキーはねやはり艶やかないい音はするんですが、若干ダダリオに対してはライフが短いように感じます。現時点ではですけどね、これからもねいろいろなことを試していきたいと思います。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。 See you soon です。